XMM ニュートンは欧州宇宙機関の X 線観測衛星である。名前はアイザックニュートンから来ている。計画当初はハイスループット X レイスペクトロスコープミッションと呼ばれていた XMM ニュートンは1999年12月10日にフランス領ギアナにある欧州宇宙機関のギアナ宇宙センターからアリアンをロケットにより打ち上げられた。 XMM ニュートーンは、軌道傾斜角40度、遠地点高度1 1 4 0 0 0トル、近地点高度7 0 0 0トルの楕円軌道に乗せられ、軌道周期は48時間である。このミッションは1984年に提案され、1985年に承認された。1993年にプロジェクトチームが正式に発足し、1996年に開発が、 開始された。衛星の製作都市圏は1997年3月から1999年9月にかけて行われた。当初の2年間のミッションとして計画されていたが、衛星の状態が良好であることから、幾度もミッションが延長されており、2016年11月には2018年12月31日までの延長が決定された。 観測の実行とデータの蓄積は、スペインにあるエサの宇宙科学センターによって行われている。また、イギリスのライセスター大学に設置された、MM、XMM ニュートンサーベイ科学センターにもデータアーカイブが設置されている。衛星の重さは3 8 0 0ラムで、長さ10.8メートルの X 線望遠鏡を搭載している。X 線望遠鏡は3機あり、 それぞれ58枚のボルターアイ式反射鏡を備え、総集光面積は4300平方センチメートルである。EPIC は0.2ケブから12ケブの X 線に感度を持つカメラである。スペクトルの分析を補完するため、3機の望遠鏡のうちの2機には2.5ケブ以下の X 線を分散させて観測するリフレクショングレイティング、スペクトロメータが備え付けられている。 また、X 線で観測する天体を同時に、可視光及び紫外線の波長で観測するため、オプチカルモニターと呼ばれる光景 30cm のリッチー・クレチアン式望遠鏡も搭載されている。XMM ニュートンは地球から100億光年の距離にある大質量の銀河団 XMMXCS2215 から1738、70億光年の距離にある銀河団に、 XMMJ0830 を発見した。SCP-06 回6という天体は2006年2月にハップル宇宙望遠鏡によって発見されたが2006年8月に行われた XMM ニュートンによる観測によって超新星よりも2桁明るい X 線が検出された。ありがとうございます。